曜に聞く円満相続賢く節税の時間です。13回に分けて相続事業承継をテーマに皆さんと一緒に賢い節税について学んでいく第12回です。ゲストをご紹介します。相続事業承継問題などにお詳しいランドマーク税理士法人の清田幸弘代表です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今回も前回に引き続きまして平成30年度に改正された事業承継税制の改正ポイントをご説明いただきたいと思います。ポイントいくつかあるんですよね。はい、税制の改正によりまして税負担ゼロで自社株を引き継ぐことができるわけですが、改正のですね一つ目のポイントは納税猶予の範囲の拡大です。はい、前回もですねお話しさせていただきました通り改正前の制度では納税猶予の対象となるのは発行済み株式の3分の2までの部分に対応する相続税額の 80% であったために猶予されるのは相続税全額のおよそ 53% でした。それがですね新制度では全株式が対象になり税額の猶予割合も 100% になりました。はい、ですので今までは10億であれば5億3000万が対象、で今回の改正、新税制ですね、こちらの方では10億円すべてが対象ということになります。はい、この猶予はですね雇用の維持など一定の要件を満たして経営を続ける限り継続されます。はい、すなわちですね会社が存続する限りこの承継に関わる税負担は発生しないということになります。そして第2のポイントは何でしょうか。はい、第2のポイントはこの制度の適用対象になる承継のパターンが拡大したという点でございます。はい、複数人からの承継は今まではダメでした。よく中小企業ですと、お父さんとお母さん両方が株を持ってるっていうケースは多いんですが、お父さんの方からもらったものについては納税猶予の対象だったんですがお母さんからもらった部分については対象でなかったんですね。はい、が今回の特例ではこちらの方も OK ということになりますので事実上複数人からの承継は全て対象ということになります。そして複数人への承継というところの図なんですが、はい、例えば子ども A が代表取締役社長、子ども B が専務だったとします。そうしますと代取のお父さんからこの代表取締役である、A、ですねこちらについては OK だったんですが、B の方についてはこっちは×だったんですね。ところが今回の改正ではこちらも OK ということですので、事実上、どのパターンでも OK という形になります。そして3つ目のポイントは何でしょうか。はい、第3のポイントは雇用維持要件の緩和です。で改正前の制度の適用を受けた場合では事業承継後5年間は承継時の常時使用従業員の平均8割の雇用を維持することが義務付けられ維持できないことは納税猶予の取り消し理由とされてきました。新制度では雇用維持が達成できない場合でも直ちに納税猶予の取り消し理由にならず一定の書類の提出が義務付けられることとなりましたと。はい、ですからこれによりましてですね、例えば10人から3人辞めてたとで今雇用状況が超売り手市場でございますので採用できないとなると、これを払わなきゃいけないのかということだったんですが、一定の書類をですね、都道府県の方に出していただければ雇用できなくてもそのままでも OK というふうなそういう形になってございます。はい、これはですね次に説明しますポイントとともに事業承継負担軽減が図られたことになります。その次のポイントというのは何でしょうか。はい、改正前の制度では特例適用後に会社の譲渡や解散を行った場合には猶予された税額の全額を納付しなければなりませんでしたが、今回の改正により経営環境が悪化した場合の対応が柔軟化され、承継後の負担が軽減されました。図を見ながら解説いたします。はい、例えばですね元々の株が10億だったんだけれども、
その後経営悪化いたしまして、もう評価額的には1億もないということもありえますよね、はい。改正で、まあ、その経営悪化の時点での譲渡ですとか解散した、はい、評価額ですね、まあ、1億だったら1億、2億だったら2億、これに対して、相続税贈与税を払ってくださいということになっております、はい。まとめますと、業績悪化によりまして親族以外への株式の譲渡あるいは自主解散、吸収合併などが行われる場合には、その譲渡価格または解散時の株式などの価値に基づいて、相続税の贈与税を再計算して、その額と納税猶予額との差額は免除されることになっております。まあ、この改正によりまして、これまで全額納付に比べて税負担が減少する仕組みとなっております。承継後の負担が軽くなるということは、承継する時の将来の不安も軽くなるということですよね。はい、そうですね。まあ、結果的に、事業が存続しやすくなります。そうですね。それでは今回のポイントをおさらいします。今回のテーマも事業承継税制の改正ポイントでした。改正のポイントは4つです。1つ目は、納税猶予の範囲が拡大され、会社が存続する限り一定の要件を満たせば、この承継に関わる税負担は発生しません。2つ目は、承継のパターンも拡大し、複数人から1人の後継者または複数人の後継者への承継も特例適用の対象となりました。3つ目は、雇用維持要件の緩和で一定割合の雇用が維持できなくても直ちに納税猶予の取り消しとはされません。4つ目は、経営環境が悪化した場合への対応が柔軟化されたことで、譲渡価額または解散時の株式の価値に基づいて相続贈与税額を再計算し、税負担が減少する仕組みとなりました。事業承継税制の新制度によりまして、まあ、税金の負担なしで後継者への経営の承継が可能になりました。ただですね、この特例は平成30年1月から10年間の時限措置になっておりますので、お気をつけください。しかもですね、この適用を受けるためには、この30年4月1日から5年の間に事業承継計画を策定して都道府県に提出し、その認定を受けなければなりません。これは使えるのは認定支援機関ということになります。それはもう指定されたところでしかできないということなんですか？そうですね、当事務所もその認定にはなっておりますが、はい、税理士法人ですとか金融機関等々ある一定のところが認定されているということになります。はい、で、多忙などですね、中小企業経営者に、とってですね、この計画策定認定申請の手続きは、まあ、容易ではないと考えられますので、相続事業承継に強い税理士法人等々に事業承継対策についても多くの支援プランを用意して対応されているかと思いますので、ご相談いただければよろしいかと思います。清田代表、ありがとうございました。ありがとうございました。